はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は ビールですね。久々です。和膳、サントリーの和膳、和食の生ビールと書いてあります。よくわかりません。うまみ繊細、和食の繊細な味わいに合わせ、厳選した素材のうまみを丁寧に引き出しました。麦芽100%ビール。天然水100%仕込み。となってます。まあ、これ値段が、190円ぐらいだったかな。お！アルコール度数3.5%？びっくりしたんだけど。嘘。ビールで3.5%って相当少ないですよ。普通5%ですからね。少なくとも4%だ。4%以下のビールなんて見たことない。3.5%。すげえ。逆にすごい。ね。で、原材料が麦芽とホップ。ということで、麦芽100%ビールとなってます。まあ、これ新発売ですね。サントリーのね、新発売ビール。和膳。うわぁ、これ3.5%か。これはすごいね。今までビール飲んだ中で、最低のアルコール度数じゃないの？もしかして。ね。俺が記憶に新しい、キリンクラシックラガービールが4.5%ですからね。それの1%も低い。そんで乾杯。あ、コクが全くないですね。いや、これはある意味褒め言葉です。コクが全くない。というよりも、なんていうかな。香りは非常に、まあ、あるんですけど、コクがないんですよね。舌に残る感じがない。スッと消える。すぐ消える。味が。口に入れて、舌に、ゴクって飲んで、その舌に残らない。だけれども、非常に香りは強いですね。これは非常に香り高いような気がするんですけど。ただちょっと軽いかな。結構軽いですね。簡単に言うと軽い。ちょっと軽すぎる。和食の生ビールっていうことで、多分、結局、そういうことなんでしょうね。軽い生ビールってことなんですかね。わかんないけど。なんか本当に全然舌に残ってこないね。これは。舌に乗っかると、乗っかったらすぐ揮発する感じ。こう、ぷわーって。香りに全部ぷわーってなっていく感じ。だから舌にこう、残る重厚さがないんですよね。重さっていうのはない。
味に。味に、重さがないから、逆に言うと軽いんですよ、非常に。味自体が。うん。おー。でもすぐこう、ぷわーってくるんで、これ結構あれですよ。おーって感じですよ。うん、なかなか、あの、ビールとしては珍しい。非常に、軽い系のビール。うん。ここまで軽いのもなかなか珍しいっすね。これすごいな。ある意味すごいですよ。うん。ふわーって感じ。うん。ああ。苦味は、弱いですね。多分。基本的に苦味もコクも同じようなもんなんですよ、俺の中で。苦味がね、舌に残ると、しばらく残るのが結構苦味が強いビール。っていう感じで俺は受け止めてるんで、これは非常にすぐ苦味が飛んでいくんで、苦味弱い部類ではある。で、うん。喉越し。とかあんまりよくわかんないですよね、俺ね。喉越しはよくわかんないです。うん。個人的にあんまりよくわかんないですけど。でもこれは和食っていう、まあ和食とは何ぞやっていう話ですけど、まあ俺もよくわかりませんけど、結構、香りは割と強いんですけど、割とね、でも非常に軽いビールだなと。うん。なんかこう、うん。わかんないけど。うん。軽い？いわゆるビールの、ビールをね、いいですか？重いビールと軽いビールがあるとします。それは、グラム的な意味です。1キロの、1キログラムのビールと、500グラムのビールがあるとします。まあ、わからん。もうわからんけど、これ軽いです。うん。これ非常に軽い。ここまで軽く感じたのビールでもなかなか、俺は、最近ではないですね。うん。口に入れた瞬間に、もう、全部が、香りとなって全部、口に、入れた瞬間じゃないけど、まあ、入れて、もうすぐこう、ブワーっと、香りとしてもうすべてがなって喉の奥になんかこう味が感じてこないんですよね。うん。いや、これはすごいですよ。うん。うん。非常に軽いビール。軽いビールなんだけど、そこまで苦味とか、コクっていうのがないわけでもないんですよ。それなりに感じるんですよ。ちゃんと、ビールとして。うん。しっかり、味としてはしっかり
してる。で、今、サントリーの和膳のサイトに来てますが、和食が美味しくなるビールとなってます。繊細な和食の味をもっと引き立てるため、独自の繊細旨味製法で、素材、仕込み、仕上げのすべてにとことんこだわり抜いたビール。それが和膳なのです。となってます。繊細旨味製法。素材、5種類の粒入り、麦芽 100%。焙煎麦芽、ダイヤモンド麦芽など、厳選した5種類の粒入り麦芽を重ね合わせた合わせ麦芽。和食の合わせ出汁をヒントに、それぞれの麦芽の旨味を活かしました。確かに。ここまで軽いながらもしっかり麦芽の旨味は生きている。これはなかなかすごい。というかね、これはなかなかすごいですね。軽いんだけど、しっかり麦の味がすごい、いわゆる軽いって言うと、いわゆるほら、雰囲気的に言うとさ、軽いってさ、いわゆる味がないみたいな、ね、感じで受け取られがちなんですけど、これは非常に、麦の美味しさが、しっかり、その麦の香りっていうのかな、香り、まあ味は、コクはないんだけど、やっぱ味的には感じるんだよね、しっかり。で、主に香りとして生きてきてる。これ非常に香りは強いじゃないかな。これ香り強いビールだと思いますよ。まあ、香りの強いビールに、俺の中だと、サントリーのプレミアムモルツがありますが、あれに引けを取らないほど、香りは強いビールだと思います、これは。非常に香り高い。香り高いビールだと思いますね。そして天然水 100%。これはサントリーの、まあ、いわゆる、代名詞とも言えるべき、天然水 100% 仕込みと。まあ、これはもう、サントリーのいわゆる、独壇場ですね。これは非常にいいと思います。そして、仕込み。高温仕込み。5種類の麦芽が持つ旨味を引き出すため、高温透過製法により最適な温度でじっくりと丁寧に仕込みます。さらに深みのある味わいを出すために、透過工程で麦汁を煮出すデコクション製法で一手間かけて仕込みますと。デコクション製法、これ聞いたことありますね。さらに深みのある味わいを引き出すためにって書いてありますけど、これ実際、深みはないです。非常に軽いというか、コクはないです。ただ、コクがない香りに、非常に、香りは非常に強い。もう非常にこう、ぷわーんとなんか、いい香りがふわーっと、
広がってきますね。うん。そして仕上げ。丁寧に引き出した旨味と最適なバランスのアルコール度数 3.5% により、柔らかな口当たりの旨味繊細な味わいに仕上げました。おー。うん。そしてやっぱり、問題としては、あれでしょう。アルコール度数 3.5% でしょ。ここはかなりの重要課題だと思います。多分、和膳っていうのは、うん、いかにその和食に合うビール。を追求したことによって、やっぱりアルコール度数を減らして、ね、たんだと思いますけど。うん。なるほどね。はぁ。そして、俺の、今まで言った、いいですか？言いましたよね。いろいろ、俺も。言いましたが、はい、正解を、俺がいかに、俺の舌が本物かどうか。このワールドビール、世界の、違う、なんだっけ。ワールドビール、ビール、地ビール、世界のビールという俺の、ね、かなり、尊敬している、ビールマニアのね、ビールのサイトがあるんですが、そこで確認してみましょう。こちらサントリー。多分この人だったらもうやってると思うんだけど、あ、ごめん、やってごめん、やってなかった。あら、この人まだあれか、レビューしてないか。いや、この人はね、非常に、今まで、このサイトのね、まあ、このサイトって言ってもあれなんですけど、は、ワールドビール。っていう、ね、サイトっていうか、ワールドビール。ビール、地ビール、世界のビールっていう、ブログなのか、ね、わかんないけど、まあ、ブログじゃない、まあ、ブログみたいな、ね、サイトがあるんですか。こちらはですね、この人がですね、ものすごく、ビールをね、知り尽くしてる感じなんですよね。国産大手メーカーが261種類飲んで、そしてさらに地ビールが713種類のみ、そして世界のビールが442種類のみ、その他31種類飲んでる。もうものすごい。合計、1500種類ぐらい飲んでるのかな、この人はね。ビールをね。まあいいか。まあいいや、この人が飲んでないんだったら仕方ない。適当に俺がググって、和膳ビールでググります。で、適当に出た、ね、ブログでちょっと見てみましょう。ブログを見てみましょう。ブログかどうかは知りませんが、苦味が少なく、また、中身が少ないので、料理、特に和食のような繊細な味わいに合わせやすくなっているビールです。本当かよ。本当かよ。しかもこれ、なんか、よくわかんだけど、購入金額が0円で、購入日が4月の8日になってるけど、
なんで購入金額0円って意味がわからないんだから。しねえよ。これ180円出して買ってんだぞ。ふざけるんじゃない。貴様。こんなんじゃないんだよな。俺が求めるのは。完全にもう、完全なるブログなんだよ。どこでもいいけど適当な親父が飲んでるブログがいいんだよ。2014年4月8日発売だそうで。最近じゃねえか。声優で買いました。関係ないけど声優ってどこなの？俺声優とかさ、ここら辺にないんだけど。知らないです。食事と合わせて飲むのがいいのでしょうが、ビールだけで飲みました。てん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 。としか書いてません。この人ダメだ。なんのあれもない。え？サントリービールワゼンの検証のおまけが届いただって。いいなぁ。ペアグラスだって。くっそー。ずる。グラスもらってやがる、こいつ。死ね。くっそー。ずるいぞ。あれ？なんかおかしいな。うわぁ、ずるいぞ。結構グラスもらってる人いるなぁ。なんかさ、関係ないけど、なんか見本館っていうのがあるらしいですよ。いわゆるここに見本館って書いてあって。これどこでもらってくるの、こいつら。モニターキャンペーンだって。ずる。一週間和膳をお楽しみいただき、感想をお寄せいただいた方に漏れなく、和膳6缶とオリジナルペアグラスをお送りいたします。くっそ。俺もそれ欲しいわ。グラス欲しいわ。和膳もうまいけど、グラスも欲しいわ。ね、和膳。お、これはいいブログがあった。で、お味は？え？何このスカリ感？ボディはない、コクもない。まあ味を主張しないというのは食べ物には合うが。ビールだろ？ビールだろ？サントリーさん、コンセプトはわかるけど、アルコール度数 3.5% はダメだよ。ボディがあって和食に合うならわかるけど、ボディなかったら飲んだ感がないよ。和食に合うはちょっとだな。これは合う合う詐欺だな。ということになってます。ああ、まあ。確かにボディはない。さっき言ってるけど、いろいろ言ってるけど、軽い。ね。確かにボディはないのは間違いない。まあ、やっぱりこれを非常に軽すぎてこれダメだという人間もやっぱりいるわけですね。ね、飲んだ感がないよと。飲んだ感がないよ。確かに。まあ、本当にそれを言っちゃえば確かに、まあ、それはまあ、って感じですけど。でも俺としては結構アルコール度数 3.5% でここまでわーってくるのはなんかボディがないんだけどしっかりいや
コクがないんだけど、アルコール度数としては、非常に逆にこれはいいんじゃないかな。いや、これは美味しいと思うよ。俺はね。いや、これ美味しいですよ。これは。確かに刺身とかに合うかもね。いや、これはこれで美味しいと思う。非常に。確かにアルコール度数はちょっと少ないけども。むしろこう、こうグビグビいって、いやでもグビグビいくようなもんでもないんだよな。結構難しいっすよね。アルコール度数が少ないんだけど、結構グビグビいくにはちょっともったいない感じがするんですよ。結構すごいですね、これは。なんか、これは結構すごいぞ。俺がここまで、ここまで特徴的なビールはなかなか俺としてはないですね。確かに、コクはないのはわかるけども、逆にここまで、コクがないのを、がこう、なんていうかな、ここまでコクがないと逆にこう、すごい、うわ、すげえって感じになる。逆にコクはないんだけど、そのコクがない代わりに、それ以上に普通のビールよか、なんか、香り高いっていうかな。いや、これ美味しい。これ美味しいけども、ただ、まあ、しょうがないんだけど、多分アルコール度数的にね、3.5% っていうのは、まあ、仕方ないんだろうな。まあでも、それはそれでやっぱり、それをアルコール度数を犠牲にしたことによって、その、香りを出したと考えれば、全然間違った選択ではない。これは美味しいです。ここまで特徴的なビールは、俺も多分、なかなか、すごい。いや、ここまで特徴的なビールは、俺はちょっと知らないですね。ここまで特徴的なビールは、まあ、でも、さらに、いわゆる、コクがないビールっていうのは、まあ、ありますけど、当然。コロナビールとかさ、ぐらい、まあ、いわゆるアメリカンドラフトビールとかね、になってくると、さらにコクはないのはわかるんだけど、逆にコクがない上に香りもない。もう、軽さが、もう、受けてるアメリカの人にしか受けないみたいな。これはしっかり、
味としてはしっかり残ってるし、いやこれはすごいですよ。うん、いやこれ美味しい。これはなかなかないよ。これはここまで特徴的なビールは、もう今までビールなんてさ飲んで、ああこんな感じね、あーは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 ーって感じ、こう結構こう流していく感じなんだけど、これは結構そう繊細な美味しさがあり、さらにアルコール度数が 3.5% と抑えられ、普通のビールとしてはかなりね、ありえないほどの 3.5% と、これはかなり挑戦、サントリーとしてはかなり挑戦してると思いますよ。いやこれはどうしようかな、香りは五つ星だな、これな。うん、いやこれはもうおすすめ度としては珍しく一層押し付けますよ、僕は。これは。うん。いや、やっぱりビールと言ったら、ね、飲み応えと、いわゆる重厚さを、俺の中で確立してたんですが、いや、ここまで軽くて、ね、ここまで、香りが高くて、それでいてアルコール度数が何気に全然少ないと。ここまで少ない。っていうビールはなかなかないどころか、多分、今までこれ存在しないレベルの、ビールの味を確立した、非常にすごい、ビールだと思います。うん。ということで、2355。これは香りが高く、それだけでも非常に軽いと。言って、さらに、アルコール度数も少ないので、酔わない。そして、他の、ね、何か食べてる。そう、和食に合う。うん、和食に合うという意味でね。これは五つ星。これはマジです。うまい。ぜひ飲んでみてください。それではご視聴ありがとうございました。